リリーの飴玉はですね、京都鉄道博物館でもっとたっぷり遊んでいこうと思います。こっか、見て、映して、ほら、どうしようかな。足元取ってもらっていい？僕たつきないよっていう時の足。うわほら、朝なのでちょっとテンション低めでございます。それだかゼロなんですけどね。やばいって、ほんまにどうしよう、マジでどうしよう。今回のリリーの飴玉はですね、じゃーん、京都鉄道博物館でもっとたっぷり遊んでいこうと思います。電車好きの子は一緒に楽しんでってね。もうもいっぱい遊ぶ、早く見たい人、レッツゴー、行ってきます。やばい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 、めっちゃすごい迫力ができる。あれ、のぞみちゃん、もうからしたらこっちにも電車あるし、あっちにもリアルに電車走ってるしやから、圧倒されて無言や。すっごい、今日はあちこちにカメラマンさんもいるのでキョロキョロです。あ、ドア好きやな、ドア触ってみ、あ、ドア触っていいよ、今日はドア触っていいです。なにこれがリアルで怖いわ。朝なのでちょっとテンション低めでございます。でも今日寝起きは電車って言いながら起きたので、徐々にヒートアップしていきそう。行こうか、ほんなら、今回はこちらをいただきます。お花やな、で私もあの YouTube のチャンネルをやってるので、そちらでそちらでちょっと待ってくださいね。一回過ぎたあたりから急に電車電車って言うようになって、そこからというものをめちゃくちゃハマり、ありがとうって言って、ありがとうって言われた、ありがとうって言われた、美味しそうなっちゃった。よかったね。おいしい。ジュース持っといていいよ。持っときな。持ってていいよ。あ、ありがとうございます。何が嫌な？何が嫌な？ジュースあるやん。ジュース。何？ジュース嫌な？ジュース飲む？ジュース飲む人。何が嫌な？インタビューしていいですか？インタビューしていい？ジュース飲む？飲んどき、ほな、飲んどき、ジュース嫌な、ちょっと大待ちです。なかなかない、たったまんまインタビューやってみようですよ。はいはい、いやいや、焦らずに、ほな、どうして降りる？抱っこ？どうしたい？どうしたい？いいよ、何したい？みんなと離れた方がいいか。動画を見るときも、もう今もですけど、電車の映像もすごい見てるくらい、もうドハマり進めていこうかなと思っています。よろしくお願いします。でもこれになっちゃう。あー、ほら見て、どうやろ、あんた、まあ、どうしよう。あー、動いた、見て、動いてるよ。電車もなんですけど、同じくらい踏切が大好きなんです。もう見て、見てすごいやん、どっちゅう、もう見て、すごい。でさ、あれ踏切上がったら手上げて一緒に歩こっか。カンカンカン鳴らしに行く、あっちカンカンしに行く、あっちカンカンあるかな。よいしょ。
どうしてる？あ、空何？あ、キラキラ電気綺麗ね。うたる。あ、ピーってなった。ピーってなった。あれ、何やろあれ。見に行こう。うん。おいで。あ、これ閉めてほしいの。ピッピーって押してみ。なんで？もうなんで？なんでなん？今日の撮影に限ってなんでなん？いやもう今めちゃめちゃレアやで、めっちゃ空いてんねんで、偶然。あ、JR 開いた。 JR 行ってみる。あ、すごいすごいすごい。これ何？何？ママ運転するわ。ほんならママ運転するんで、ちょっとママ遊びたいもん。いい、遊んで。ちょっと見とき、出発するよ。今日さ、ほんまはプライベート旅の撮影中にこっちのリリーの飴玉の YouTube 回して、電車好きの子とかさ、やっぱり喜ぶし、こう楽しんでる感じを共有できたらなと思って回してんねんけど、これ一本の動画にならなさそうやから、どうしよっかなと思って今別の企画考えてんのよな。どうしよっかな。異歳児あるあるとかの動画にしよっかな。いや、来たかったやんっていうとこに来ても、子供の機嫌によったらこんな感じになるみたいな、リアルなやつを受けようかな。で、プライベート旅の YouTube の方では、ここのもういいところとか見どころとかをたくさんきっと紹介されてると思うので、皆さんそっち見ていただいて、ちょっと私の YouTube はそない気にせず、リアルなところも映してもらって、はい、ママ頑張る。楽しんでくれるだけでいいよ。おお、大好きな改札だ。リアルやなこれ。よし、じゃあ買ってみよう。大人1枚めっちゃ本格的。押してみ。これもピッ。はい、取ってみ。じゃあこれ持って改札通ろうか。よいしょよいしょ、ここ入れてみ、ピュって。おっ、あー、子供の音やすごい。ここここここ、おー、取れた。じゃあママも行くよ。ママもピュッ。あ、出てきた。こら、撮ります。ママの、あ、一緒だね。じゃあ行こう、手つないで行こうか。あ、ダッチュ。ダッチュ、すぐダッチュ。楽しかった。切符一番テンション上がったな。うわ、すごすぎる。見てください、やっぱこんなん私も見たことないです。いろんなところにね、ちっちゃいジオラマってところどころ飾ってあったりするんですけど、この規模はないわ。すごい。これもあった。すごい、夜バージョン。やばいねんけど、なにこれ。いや見て、あの橋の向こう側の、あの向こうの方の方も電気ついてる。めっちゃいい感じの雰囲気で、綺麗。ビルとか、ビルの窓も夜景みたいに光ってる。うわ、朝方みたい。え、めっちゃ綺麗。なにこれ、火出てきて。うわ、すごい、感動。すごい、パチパチ。ありがとうございました。いや、これはすごい。これほんまに炭で動くってことですよね。炭で動く。ほんまに石炭で動くって。ガチのガチ。しかもこれさ、大人300円でさ、子供100円だから、めっちゃ安くない？安い、安いやんの。川崎の出発で行ってきます。列車は梅小路公園の東の端まで約 500m を運転してまいります。続いて23系の普通電車が通過しております。坂の山陰線、現在普通電車が通過いたしました。おむつ替えよう。ダッチョ。よいしょ。
足元取ってもらっていいですか。こんな感じで、もうこれね、僕たつきないよっていう時の足。マジでこれ脇で支えてな、崩れて頭打って泣くんです。もう絶対僕はいじっても座りもせんし、自分で立ちませんみたいな感じなんで、抱っこするしかないよな。まとめに入った。バイバイ。まとめに入った。取れ高ゼロなんですけどね。どうとはい言ってからバイバイ。スタッフさんたちもさ、さっき困ってプチ会議しとったもん。見て、映して。ほら、みんなが。どうしようって考えてる。どうしようかな。買いました。時間なかったんで、めっちゃちょっとだけ。見たんですけど、それでもいいなっていうものがいっぱいあって、一回もできました。次じゃあ、もう行こうか。ママ食べよう。ママ。いただきます。どうぞ。ウインナー食べる？卵食べる？何がいいの？人参は？人参ある、はい。何？食べさせてほしいの？今日は甘えんぼやな。いやー、今回はボーと一緒にこういうテレビで撮影っていうのは初めてだったんですけど、まさかこんな事態になるなんてっていう。イヤイヤ期ってまだもうちょっと先なんかなって思ってたけど、完全に片足どころか両足突っ込んでましたね。本当はわーって喜ぶ姿を見たかったのはありますが、イヤイヤ期っていうのは自我が芽生えてきたとか、こうやって恥ずかしいっていう感覚も成長の一つなので、これもまあ皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、こういう風に映像に残していただいてありがとうございます。本当に美味しいな。でもこういう見学的な場所に来るのっていいですね。むっちゃ楽しかったです。またプライベートで絶対来ようと思います。はい、何がいい？はい、どうぞ。美味しいな。なんか持っとく？どの辺持ってんの？持ってねんな。ハヤブサもあるし、これ山手線もドア開くやつとかあるし。開くやつや。これ持っとき？なんか握ってたら機嫌よくなるやん。いつもなんか今日は違うけど。